ははいいいいどうももこんにちのですす本日も数学のお題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は2013年度の宮崎大学分離共通の入試問題です。えー、範囲は数 2b の工事方程式の割り算の問題ですね。えー、3次の正式 px についての条件が abc と出ています。で、えー、px を求めよう。で2番は px の2乗を x+1 プラス1の2乗で割った余りを求めようという問題ですね。 えー、それでは1番からやっていきたいと思います。えー、とまず px の x3 乗の係数は1モニック多項式ってことですね。で、えー、それから x ス1の2乗で割り切れるってことですね。これ px の形をほぼ決定するような形になってます。えー x、1の2乗で割り切れてで、えー、と3次式って言ってるわけですからこれ x+a という実数まあ、えー と、A. は実数で、こういうふうにかけるってことですね。制御されるってわけですから。こんなふうにかけるってことですね。で、えー、C. のところを見ると。P. X. を X. さす1で割った余りと。えー、x. の二乗を、マイナス X. マイナス二で割った余りは等しいっていうふうに書いてあります。まあ、とりあえず X. プラス一で割った余り。これが、えー、X. プラス一で割った余りは、まあ、これ二次式になるわけですけど、Q. ワ X. プラス。 えっとまあなんか r っていうふうに書けるわけですよね。でじゃあ r はっていうと p にえっ、ー、と一マイナス一を代入した値ですよね。p マイナス一っていうのはえっ、ー、とこの上の式を丸一としたときに丸一に、えー、マイナス一を代入した式として r は出せるわけです。だから一より丸一よりえっ、ー、と r は p のマイナス一なんですけど。 マイナス1を1番の式に代入してあげると、えー、マイナス1マイナス1の2乗をかけるマイナス1足す a ということになって、えー、4倍の a マイナス1ってなります。ですかだからこの r っていうのは実は、えっ、ー、と、4倍の括弧 a マイナス1っていうふうにかけてるっていうふうに、えっ、ー、と、書き直してしまいましょう、ここ。ですかだから、 ここは4倍の括弧 A-1 マイナスっていうふうにかけてるってことですね。でさらに C は x の2乗マイナス x マイナス2で割った余りは等しいって言ってます。ということは、えー、px はもう一つの顔があってえっ、ー、と x の2乗マイナス x マイナス2の、まあ、9392x ですかね。えー、プラスえっ、ー、と あまりはこれと等しいのでつまり4倍の括弧 A-1 っていうふうにかけてるってことですところでこのここの部分因数分解できますよねこれがえっと X-2 と X+1 っていうふうにかけてるわけですで92括弧 X の、えー、4倍の A-1 とまあこれ x プラス1で割っても x マイナス2る x プラス1で割っても実質ここが変わらないってことを意味してるんですね。ってことはこのここを0にする値つまり p2 の値もこの値に等しくなるってことが言えます。だから、えー、これから何が言えるかっていうと p2 の値が4かっこ a マイナス1だっていうことが言えるんですよ。でも p のの値はこの 1, 1番より計算できますよね1よねり、えー、と P の値は、えー、2ス1の2乗かけラ2 a という形で計算できるわけですつまり A+,2 になるんですよそれが4倍の括弧 A-1 に等しいっていうことから A の方程式ができてこれを解いて A が2というのが出てきますしたがって Px は x x マイナス1のの2乗をかけるととといいううが答えということになりますね、まあうまく解き切れるかどうかで変わってくると思うんですけどまあいろいろごちゃごちゃやってもねあの何て言うんですかねこう見て消す方で解けると思いますね。まあうまく解くと多分こんな感じになるかなと思います。 はいやり方はねえさまざまだと思いますけれども、えー、人によって、ね、結構違う答えが出てきそうな問題ですねはいそれでは2番いきましょう px x のの乗乗を、x、プラスでえっ、ー、と px のこの形が分かりましたけど残念ながら x マイナス1の2乗で割った余りじゃないんですよね x+1 プラス1の2乗で割った余りなんですよだから まあ、無理やり x プラス1を作りにかかりましょうかつまり px はえっ、ー、と x マイナス1の2乗になっているわけですけど x プラス1を作りにかかりますだからマイナス2ですねこれねの2乗とえー、x プラス1プラス1ということで後半の方も x プラス1を作りますこれで x+1、えー、をなんか文字で置きましょうかこれ a とかってこれも a になりますねというわけで a について、えー、展開をしていくというわけですで a の2乗が出てきた段階で結局操作は終わるのでえっ、ー、とだからまあ頑張ってこれ展開していってまあ最終形を見るっていう感じですかね だら a 2の2乗をまず展開するとこれ a の2乗4 a 4でそれに a+1 をかけるってことですねでここはもう、えっと、展開をしていく一手ですね、えー、素直に6回かけましょう a3 乗 −4a+4a+a の2乗 えで,す、ね、でえっとそうすると,あとここもここも計算で消えますよねだから A の3乗をマイナス 3A の2乗をプラス4ってなりますかね、まあ、これが PX なんですよでも今聞かれてるのは PX じゃなくて PX の2乗なんです だからこれをさらに二乗しなきゃいけないです。だから頑張ってこれ Px を二乗したいところなんですけど、もともと二乗しかないんですよ。これ a 三乗をマイナス三 a の二乗をプラス四の二乗、これをえっ、ー、と a の二乗で割った余りなんですけど、ここの前半が a の二乗の式しかないので、えー、どうがんが頑張っても まあ、a の2乗の乗形で割りり切れることになりますね a の2乗かける A の式という形になって、えー、と a のただ単に a の項は出てこなくて16だけが定数で出てくるというわけですあとは全部 a の2乗でくくれてしまうんですよつまり x+1 プラスの2乗でくくれるってことなので x+1 の2乗すで割った余りはこれっていうことですねしたがって x+1、えー、の2乗で割った余りは16と。これが答えになります。まあこの辺もね、あのー、いろんなやり方あると思いますので、まあ、別回ね あのコメント欄に書いていてただければと思いますえー、まあどれが一番早いかを競うよりもね、えー、と試験時間内にきちんと解ききれるかどうかの方が、まあ、重要だと思いますんでまあちょっとね手間がかかっても時間内に仕上がるようであれば全然 OK だと思いますんで、えーまあ、この2乗がねちょっと難しくしてるかなと思いますけれどもまあうまい方を見つけたらね えっと、コメントしてください。よろしくお願いします。はい、最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼いたします。